受験生版タイガーファンディング虎ノ楽屋トーク。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもうすごい回でしたね。はい、本当にもう10本分のエネルギーを消費したぐらいの、ね、回でしたけども、カナダさんそして下田くん本当にねこれで新しい道を切り開いてたんで本当に良かったと思うんですが、じゃあ一人一人今日はお話を聞いていきたいと思います。でもそれよりですね、やっぱ先にそのお二人が初登場じゃないですか。トラ、そうですね、今回初登場のトラ、はい、中園社長、はい、そして今井社長、はい、ありました。もう始まる前はですね、もう本当にあの初めて教壇に立った30年前ぶりぐらいに、あの小林さんにももうどうしましょうみたいなちょっと話聞いてる大丈夫ですよって一瞬トイレ行ったんですけどめちゃめちゃ緊張されてたんで大丈夫です。であの司会の、ね、松原先生の緊張がこっちまで来てるんですよ。悪影響だめ、悪影響もう口からからと、はい、その中で始まったんですけども、僕もねこれまで予習してきましたけど、もちろん素晴らしい回、今までもいっぱい感動するようなのがあったんですけど、えちょっと待ってこうやっていいのかっていうですね。でやっぱりあの今の末先生もちょっとおっしゃってましたけども、僕もあの私は二浪四流してですね、はい、まあ、28まで大学生なんですね。普通の大学で二流四流、二流四流ってできるんですか、あ、そうか、二浪の後で8年間に8年間裏まで、しかも文学部で文学部で、まあずっとね、親にその間もお金出してもらいながらだったんで、で、本当に僕も親にありがとうって言ったのは結婚して、これ話長くなりそうもう本当に、え勉強になりました。もう終わります。もう今晩父親と母親に電話します。ありがとうございました。はい。いやもう今井社長、はい、もうズバリ感想をお聞きしたいんですけども。いや、やっぱトラは楽しいです。はい。もうその一言に尽きるかな。良かったです。はい。いや、カナダ君出てくるとこうなっちゃうんだよね。はい。もう今回狙って出しました。もうこの間もね、僕と七重ママがもらい泣きしちゃって、すごい感動会になったんですけど、ね、あの人やばいんですよ、本当に。泣くし、本当は怖いし、多重人格者です。気をつけた方がいいと思います。以上です。高橋さんも今回ね、かなり力を入れて、お話を感想。お願いします。はい、そうですね、まあ、本当にちょっとね、まさかこの話をすると思ってなかったんですけど、まあ、本編のようにですね、まあ、弊社の代表と、まあ、先月分かりました、まあ、本当に20年以上の付き合いで、まあ、本当に第二の父のようなね、まあ、会社も20年以上おるんで、やっぱり家みたいなものなんですよね。で、まあ、自分もグループ会社なので、まあ、この後はまあ代表なくても自分やっていかなきゃいけんというような気持ちをちょうど持ったタイミングで、16歳の下田くんがいたら、ね、もう本当に負けられないぞっていう気持ちになりました、逆に、うん、だから彼に何かしてあげるっていうよりも、自分が40過ぎた自分がね、やっぱそんなやっぱりちょっと気持ちが曲がっちゃいけんなっていう、逆に教えていただいた回でした、うん、はい、本当に感謝をそういう意味ではしております。いや僕も父親一回死にかけた時に同じ気持ちになって、それが出てきて涙を押すのが大変でした、うん、まあ、過労死で涙出ちゃいましたけど、過労死で出ちゃうんだよ、出るんかい、過労死で日本語おかしいらしいそんな人が予備校で先生やるいや、本当はどこかというところをちょっと整えたもうちょっと僕のところ持っていかないでください。じゃあ、細井先生ちょっと飛ばしまして飛ばすんだ飛ばすんだね、はい、小林さん、いや、もう今回は僕自身も本当感動しちゃって、逆にちょっと気抜きとコメント全然できなかったんですけど、でも本当に今回比較的僕が2枠で3、4、5枠に結構アダルトチーム的な、受験生版アダルトチーム的な安定感のある方がいらっしゃったんで、まあちょっと僕も安心していられたというか、はい、でも本当に下田君には頑張ってほしいと思いますし、やっぱり宮大工という仕事を通じてその日本の歴史とか文化を守る仕事だと思うので、僕自身もまあそういう面からも応援したいなと思いましたね。
はい、初めてね、あの動画専門が出てますけどね、なんか言ってましたもんね。そうですね、うち動画、まあ多分3000本ぐらい僕出してるんですけど、まあ、涙なんて見せたことなかったんですが、いや、まあ、あれはちょっと無理でしたね。ちょっと頑張って隠そうとしたんですけど。ありがとうございます。じゃあ最後、細井先生いかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱりまあ僕は一応医者やっててね、まあ美容やる前は眼瞼有明病院っていうがんの病院でですね、あ、まあ、乳がんの患者さんですね、やっぱりあのお母さん30半ばとかでお子さんまだ小学生低学年とかで亡くなっちゃう方たくさん見てきてですね、やっぱりまあそこにまあお子様も寂しいでしょうけれども、親御さんの無念っていうのはすごい感じてたんですね。僕らの治療対象は親御様なの で多分今ね、お父様もね、天国でこの公演を見てくれてるんじゃないかなと思うんですよね、うん、それで彼がねこうやって一年発起してくれて成長してるのを見てくれたら、まあもう本望というかですね、まあ彼のまあ最後お父さんへの手向けになるのかなと思いましたね。だからまあ本当に自分たち、まあ皆さんおっしゃってましたけど、自分たちの親が生きてるってことが本当に奇跡なんだなっていう、くも膜下出血っていうのは本当に 30% しか後遺症なく生き残らないんですね。もう起きてしまったらアウト、でも起きるかどうかは誰もわからないわけですね、動脈瘤を持ってるかどうかなんで。なのでまあ皆さんにはぜひ人間ドックでね、脳 MRI をしっかり取っていただいて親御さんにも必ずそれを進めていただいて、まあ準備がねちゃんとできた、あのお別れをするようにしてほしいなっていうふうに今回皆さん思いましたし、島君がそれをねちゃんと乗り越えてあそこに立っていることにもう心より感動を覚えました。はい、頑張ってほしいです。本当受験生版タイガーファンディングやってよかったなと、まあいつも思うんですけど、今日ほどまだ強く思ったことなくて、本当に岩井社長のおかげでこの企画もできてますし、皆さんと本当に素晴らしい会話ができて、もう今日ね、くすぐ眠れそうです。いつも寝てるじゃん。宮大工養成塾僕行ったんです、何度も、はい、本当にいい子ばっかりでね、生徒が、あの彼は中卒じゃないですか、はい、高卒で来る子もいるんですよ。もうね、本当にしっかりしてて、なんか受験生版タイガーファンディングってやっぱりあの大学を目指す子が多いんですよね、うん、でしかも高学歴になりたいって言って出てくる子多いんだけど、引け取らないですよ、全然。だからこのなんかね、全然今までと違った16歳があれだけのことをねちゃんと言えたっていうのを受験生版タイガーファンディングで取り上げたことは本当に良かったと思う、うん、だからこれを見てるね若い子たちがこれを見てどう感じたかですよ。親は大切にしてほしいですよね、本当に、うん、本当にね、そのためにもこの回良かったね、はい、はいはい、というわけで今回ね感動回となりました受験生版タイガーファンディング、また来月もねあの実施していきますので引き続きご視聴の方よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。なんかおかしいんですよね。皆さんの承認をいただいた方がいいと思います。はい、承認いただきました。まだ承認してないですよ。してないですよ。宮大工養成塾じゃなくて、あの歯科医塾をちょっと今社長にちょっと歯科医塾。歯科養成塾。分かったか、僕の大変さが。本当に素晴らしい。ということで、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。